さあブルーさん、偽物のブルーかかってこい。え、答えなし、切られたんだけど切られたんだけど、でも適当チャンネル。皆さん、以前紹介した深夜3時に電話をするなというゲームをやったと思うんですが、このゲームにね、偽物が現れたらしいんですよ。まあ、本家の電話しちゃいけないゲームはブルーとかアマングアスとか、あとはシュレックとか、そういうキャラクターがいたんですけど、どうやらね、また別の偽物のゲームが現れたらしいんで、今からやっていこうと思います。この動画を始める前に、前回の動画を見てくれた人、そして見てない方もグッドボタンよろしくお願いいたします。つまり全員押せってこと。よし、じゃあ今からやっていきましょうか。とりあえず、マップ検索で、ドントコール、3AM だよね。3AM と検索してみましょう。あ、あったあったあった。これが、多分ね、本家のドントコールアット3AM。これがね、いつもやってるやつなんですけど、これかな？あ、これっぽいわ。この、ドントコールアット3AM。まあ、ゲーム名はもう一緒なんですけど、見てください。ハギーワギーとかいるんですよ。で、多分このゲームね、ブルーとかも、レインボーフレンズのブルーもいると思うんで、ちょっとこのゲームね、やっていきたいんですが、まあこれもやります。でも、ちょっと待ってください。本家に新しいキャラクターが出てきてるみたいなんですよ。これ、この本家、ドントコールアット3AM、いつもやってるゲームに新キャラ出てきて、でね、はい。皆さん見てください。この私の連絡先を見て何か違和感がありませんか？そう。ここに、やべえおっさんが映ってます。またね、私酔っ払ってる間に、変な人と連絡先を交換してしまったみたいです。で、今回はね、マックフードクラウン。まあ、マクドナルドの、おじさんいるじゃん。ピエロの。多分そいつとね、なんか交換しちゃったんですよ。で、今からね、ちょっとこの人に電話をかけていこうと思います。じゃあ今からね、まずチャットしていきましょうか。さあ、じゃあ、でもね、今俺めっちゃお腹空いてて、今夜のね、6時半なんだけど、めっちゃお腹空いてて、ちょっとマック食いたいから、ポテトって英語でなんて書くんだ？フライドポテト、プリーズで、プリーズでいいのかな？さあ、マックください。はい！はい！これくれるってこと？俺ん家に届けに来てくれるってこと？それはやだ。それはちょっとやだな。ピエロが届けてくるのはやだな。じゃあ、カムマイハウス、私の家に来てください。さあ、どうだ？お！これ俺ん家の煙突じゃん。っていうのは嘘なんですけど、え、これ何の井戸？ピエロさ、こんな汚ねえなんか土管みたいなくぐってポテト届けに来んの？絶対臭いでしょ。嫌なんだけど、そんな。なんだろう。ノー、やめてください。そんなところ通ってくるのやめなさい。ちゃんと自転車で来なさい。お、なんだ？これ夜のマック、すげえ。すごくない？こんな真っ暗になってるマクドナルド初めて見たよ。これ何？でもね、まあ、マックかわかんないからね。これ何ですか？お、こいつめっちゃ写真、こいつめっちゃ写真送ってくんじゃん。文章で返す、文章で。インスタグラマーか。何これ？あ、これもマクドナルドかな。なんかちょっと怪しくない？なんかさ、ちょっと不安になる感じの画像送ってくるよね。ちょっと電話かけてみようか。もう、こいつ話になりません。電話かけましょう。さあ、プルルプルル。あれ？やばい、やばい、またエアコンのリモコンでかけます、電話。おお、来た。え、めっちゃ撮った。外雨降ってる。ちょっと一回切っていい？音出すの忘れてた。はい、もう一回かけます。今度はね、音量オンにしました。さあ、マクドナルドくん、ピエロくん出るかな、電話。こんにちは。アイコン。アイコン、キモ。眉毛、何それ。来た。さあ、ピエロさん、この今回もクエスト。え、誰？何そのハッピーセット、気持ち悪い顔。あ、ピエロ来た。お尻のところに電話切るマークある。で、背でかくね。背でかくねっていうか、こっち向きそう。大丈夫？おい、くせえぞ。お前、虫の大群を今放出してたんだけど、見た今。気持ち悪っ。I hope you are hungry. 私はあなたがお腹空いてることを願っております。なんだろう？ってことはさっきさ、なんか、気持ち悪い顔がついた
ハッピーセットみたいなの届いたじゃん。あれが出てきた時に写真撮るのかな。ちょっとこれ写真撮ってみていい？ちょっとこれ終わったらね、偽物のゲームプレイしていきますんで、まずはこれちょっとやっていきましょう。来た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 。さあどのタイミングで写真撮ればいいんだ。来た。まずこれ撮ってみようか。あ、これなんもなんないね。つまりこれは写真撮っても意味がないと。いや、これゆっくりこっち向こう。あ、待って、これ。おお、来た。ハイカリキュラムの。おい、何今の。なんかご飯食ってるついでにガオーみたいな。そんな片手間に俺を驚かせないで。やば。これこいつもね、結構いろんなパターンの驚かせ方あるっぽいですね。よし、じゃあ今からね、ちょっと偽物のDon't Call 3AM やっていきましょうか。皆さんグッドボタンよろしくお願いします。頑張ります。3、結構ねこのゲームが流行ってるからいろんなゲームが出てきてるんですけど、よし、やっていきましょう。ハギーワギーと通話できるのはちょっと楽しみだね。さあ Don't Call 3AM、 偽物ですこれ。お、うん、ベン、ブルー、スレンダーマン、フレディ、ハグ、ハグのワギ。もう偽物感がプンプンするな。バルディ、ソニック、サイレンヘッド、マンガキャット、ベンダイ。こんにちは、ご近所さん。急にご近所さん出てきた。なんかめっちゃ種類あるけど、電話できるのがブルーだけなんで、ちょっと一回チャットしましょうか。ハロー、こんにちは。あ、打った打った、こんにちは。お、なんかちょっとチャットの感じが違うね。さあ、なんて打つ。お、ブルーさん、ブルーさん、何の画像これ。真っ黒なんだけど。画像ここでは真っ白だけど、クリックすると真っ黒なんだけど、何これ。What？ これ何、何を送ってきてるのこいつは。何、何、何の用だお前は。何の用だって。おい、お前またなんだよそれ。ブルー、ちょっとやっぱね、偽物のゲームだからしょぼいね。なんか画像見えないんだけど、な、 What？何これって。What？ さあなんだ、もう、ま、写真送ってくんだよ。もうお前めんどくせえなこいつ。もう写真でも電話かけましょう。さあ電話かけます。はい。さあブルーさん、偽物のブルーかかってこい。答えなし、切られたんだけど。切られたんだけど電話。今聞こえた、電話切られたのになんか聞こえたよ。何の音、何の音。ちょっと待って、電話出てないのに驚かすのやめて。それはそれはで携帯側、医者側の問題だから。答えなし、これほっといたら何か起きるのかもしれない。あ、聞こえた。へへって言った。全然怖くないそれは。はあ、ちょっと待ってくれ、なんだそれ。ブルー電話出ない上に、出て、電話出てないのに声聞こえたんだけど、怖すぎない？よっしゃ、じゃあちょっと次、じゃあハギーワギー電話してみましょうか。ほい。あ、電話っていうか、ん？グループ火星開発者に参加してアンロック。何これ？何これ？火星開発者、あ、グループに入んないといけないんだ。じゃあちょっと一回これは置いといて、邪魔邪魔邪魔。じゃあね、あ、じゃあいつも前にやったベンさん電話してみましょうか。ベン課金なんだけど。89、まあ89払いますか。よし、これでね、ベンと電話、んで、おい、電話できないの ?89 円払って。まあ、とりあえずちょっとチャットしてみましょうか。ハロー。ハロー。ちょっと元気よく行こう。ハロー。さあ、何送ってくる？なあなあなあ。なあなあなあ。な、もうちょっとね、英語を打つのめんどくさいんで、何ですか？もう日本語でいきます。何ですか？なあなあなあって何ですか？日本語で喋ってください、ベン君。なんだ？写真送ってくんのか？無視。ちょっと待って、無視されたんだけど、もう一回ハローを打とうか。ハロー。そしたら？お、来た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 。なあなあなあやめろよ。なあなあなあ以外な。なあなあなあ以外にしろよ。Yeah. はい。ちょっと。いや、 やっぱ偽物のゲーム終わってんなこれ。じゃあちょっと今までいなかったフレディ、これフレディいなかったよね。じゃあこれどうせ課金だろう。いける。しかもあっちから連絡してくれるんだけど、何、
こんにちは、フレディ・ファズベアのピザ屋さんへようこそ。私はフレディ・ファズベア。クマは私の隣にいるのはボンディ・ザ・バニー。チキンのチカザ・パイレートのコンロにいる友達はフォックスのフォックスです。日本語で喋れば。ちょっと待って、なんかすげえ公式 LINE みたいなメッセージ来たんだけど。とりあえずね、最初はハローですよ。ハロー。さあ、フレディ君、なんて返してくれるんだろう。お、なんか来たよ。あ、これ、このね、フレディって、なんかね、ピザ屋さんみたいな、アルバイトのゲームに出てくるホラーキャラクターなんですけど、そこのステージだ、これ。なんか汚いね。掃除した方がいい。お前、自分で掃除しろよ、フレディ。なるほどね。はい、もうこいつはいいです。もうこいつはちょっとほっときます。サイレンヘッド。お、サイレンヘッドも メッセージできるぞ。ハロー。サイレンヘッドとね、連絡できるのはすごいよ。これ人類初かもしれない。いえ、ダメみたい。連絡取るのダメらしいです。待って、なんでなんで ?Why? なんでなんでノーなの？電話しようよ、もう。連絡、メッセージ取ろうよ。私は神だ。まあ、確かにその見た目はそうかもしれない。いやでもこんなやつが神だったら嫌じゃない ?No, you. これ合ってる?スペル合ってる?君は神じゃない。You are mon. え?君に会った?窓の外からサイレンヘッドが見てる。はい。You are mon star. 君は神じゃない。化け物だ。You are mon star.さあ、なんて言うんだ?怒るか?サイレント、私は神だ。ちょっと会話成立するのやめろ。君は、ゴッドじゃ、神じゃない。君は神じゃない。恐ろしいモンスターだ。さあ、なんて言う?私は神だじゃないからな。なんて打つんだ、お前は。怖い。君の後を追って走る。怖いんだけど。あんなでけえサイレンヘッドが追いかけてきたら、日本潰れるわ。うわ、サイレンヘッド、ちょっと、もう連絡取るのやめましょう。じゃあそしたらね、じゃあ漫画キャット、これカートゥーンキャットですね。これちょっと連絡取ってみましょう。お、無料でできる。You are cartoon cat? 君はカートゥーンキャットですか?いや、私ね、ちょっとね、カートゥーンキャットと、連絡先交換した覚えないんですよ。あなた誰ですか?君がどこにいるかはいつだってわかるよ。警察電話します。やーば、めっちゃ怖いじゃん、漫画キャット。No! やめて!そんな、私の住所を特定しないで。はい。従順。今俺警察行くよって言ったけど、ちょっとビビってんのかな。警察行っちゃうよ。そんなことするんだったら警察呼んじゃうからね。警察に電話するよ。通報するよ。さあ、謝ってくれるかな。無視。はい、じゃあ次ね、ベンダイ。ベンダイって誰だよ。よし、ベンダイちょっとね。おい。課金だし、ちょっと安いのやめろ。なんかよくわかんないキャラクターだからってちょっと安いのやめろよ。そしたら、ハギーワギーちょっと電話したいんだけど、ちょっともう一回ブルーかけてみようか。ブルーマジで出ないのかな?頼むよ。ブルー来い!おい!でもこれで、でも来るんだよね、声が。へっ。へっ。なんだそれ。いや、これ好き。ふんふん。めっちゃ好きだわ。はい。もうやめて、その音出すの。さあ、こっちのゲームのスレンダーマンはどんな感じなんだろう。ハロー。スレンダーマンさん、こんにちは。さあ、なんて打つんだ。わっ。おお、なんか画像来たよ。うわ、これ一番怖いやつ。これさ、夜にこんな道通ってみ、めちゃめちゃ怖くない？どう思いますか、皆さん。こういう、なんかでっかい、背の高い木が生い茂ってて、霧がかかってる、なんか通路、めちゃめちゃ怖くない？これわかる方、いますか？これ怖えよな。こういうところにスレンダーマン現れますからね。皆さん気をつけてください。どこ?この場所どこって聞いとこうか。どうしよう、この北海道とか言われたら。え?何そのマーク?教えないよ?って言われてんのかな?スレンダーマンって絵文字とか使うんだ。顔文字使うんだね、こいつ。結構ひょうきんなやつだね。じゃあちょっと、もう一回ね、ちょっとやりたいことがあって、もうこのね、偽物のレインボーフレン、このね、偽物のドントコール 3AM、クソなんで、もうちょっと本気やりましょう。あれはね、課金させた上でチャットしかできないのはやばい。よし、じゃあね、ドントコール、これ本家の、さっきピエロやったじゃん。ちょ、このピエロもう一個くらいクエストクリアしたいね。さっきさ、なんか、こういろんなパターンの驚かせ方あったじゃん。ギャーって。
まだあるんじゃないかと思うんですよ。そしてね、クエストクリアしていきましょう。おい、電話出てくれよ。もう偽物のレインボーフレンズのやつ、電話出なかったんだから。こっちの本家は出てくれよ。頼むよ。頼むよ、電話出てくれ。お、出た出た出た。さあ、お、あ、これ写真撮る？あー、これ関係ない。マック、ポテト作ってくれてる俺のために。ありがとう。ま、ポテトの LL でお願いします。開けたてで。え？うわ、これ、写真撮る。来た！ウェルダンバーガー。え？なんて？お前燃えてたけど？大丈夫？お前の店でしょ？お前の店？お前？怖かったです。結構食え、もう、まだ何パターンかありそうだね。ちょっとこのピエロ攻略していこう。いや、皆さんマック好きですか？よかったらね、マクドナルドで好きな、メニューを教えてください。私はちなみに、スパチキです。スパチキが好きです。お、お、お。え？そういうパターンあんの？ミスターターミネーター。何言ってんだ？え？何今の？え、ピエロ、マックのピエロって実は死んでたのかな？あ、来た！来た！ハングリーハッピーミール。お腹が、もう3つもクリアしたクエスト。いや、マジでさ、これ、マックに怒られるぞ。マックの店内で口から虫の大群出してたらマジで怒られんぞ。じゃ、最後ちょっとね、ブルー。最後ブルーとね、ちょっと電話して終わろう。もしもしブルー？さっきさ、偽物のブルーがいたんだよ、マジでさ。本当にやめてほしいよね。俺出ねえんだけど。怒ってんのかな、ブルー。偽物が現れたから。あ、来た来た、ブルーさん。ちょ、1個くらいクエストクリアしたいね。まだ残ってるクエストあるかな。来た、ほいほい。ブルーくん、久々に会ったね。驚かせないでよ、僕のこと。え？あー、これも関係ないか。これ！やっぱり本家のブルーが一番いいね。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録は上のボタンをポチッ。 Twitter、Instagram、TikTok のアカウントはこちら。テキトチャンネルの最新動画もチェックしていってね。バイバーイ。